なんだこれは、もしかして、うわ、お、来た来たよ、おお、突っ込むね、よし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 、はい、それではね、同じやつででも面白くないのでジグを変えましょう。そしてジグさびきも外しましょう。もうね、ないわ、まあ、ジグさびきはまた来年までお預けかな。はい、それでは次、これギャロップのフォールエディションのゼブラグロー、これはまた新しく買ったんですけども、このギャロップはなかなかいいジグなんで使ってみたかったんですよね。まあまあ、ちょっと心にも余裕あるし、これでハンマチネアでいきましょう。ギャロップ、はい、6時15分、さあギャロップ、これはですね、まあフォールエディションという名前もついてる通り、フォールにすごい特化したジグです。水平フォール、キラ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 って落ちるんで、フォールさせるときは必ずフリーフォール、ベールを開けたまま落としていく。これで着手前させます。3、4、10、11秒なんですよ。これ今満潮近いんですが、11秒ってことはやっぱり潮引いてないんですよね。なのにサワラがついてくれた。んで上げてまたフリーフォール、このフォール中にやっぱり効果を出すジグなんで、着底まで必ずさせます。もうこの誘い方は完全にハマチなんで、蓋越しは釣れなくなると思いますが、まあまあ 2行種ぐらいあった方がね、動画的にも映えると思いますんで、ハマチになっていきましょう。ただこれももちろん回遊待ちになりますんで、今沖に見えてるね、ちょっと潮目、あれがちょっとでもね寄ってくればチャンスあるかなってとこです。あと潮が効いてきて着底まで15秒とかかかりだしたらチャンス。うん、ちょっとジグ飽きた。うん、こんなねめでたい日にこんな地味なもの投げててもしょうがないんで、ミノー行きましょう。ミノー G コントロールチェリーキャンディグローベリー、ちょっとミノーでねバチッと表面のトップでバチッとついたいですね。なんか今日いけそうな気がする。針も錆びてないね。よし、 G コントロール、はい、ミノーをするときはカメラを少し下に下げて、まあ、基本ただ巻きになります。表層ただ巻き、一応もうサゴシの毛はないかなと思いますが、まだまだ分かりませんので、着水したらもうすぐ巻きでストップ。今から潮がぐーっと下がってくるんで、どん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 水位はねなくなってきます。なので表層直下、表層から50センチぐらいに下のところをこう、ね、ミノーを走らせてると発見されやすいんじゃないかなと。出れば一発どでかいやつ。今風もねちょっと追い風でまあまあ飛んでます。60メートルぐらい、こんな日ぐらいしかなかなかミノー出番ないんですけども、価値ある一匹。サゴシかな、なんだろう、やっぱジグに変えたら来たね。でかいよ結構。なんだろう、お、なんかギラッと光ったね。ハマチか、ハマチか、ん、なんだこれは、もしかして、うわ、またクロマグロだ。ちょっと待って待って、マグロだよ。逃がさなきゃ、マジかよ、すれがかりだ。しかもいい当たりだったけどね。
よし、はい、あれ、よしよし、よし、はい、ごめん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 。ごめんよ。これはリリースね、クロマグロ。でかくなってるね。おっしゃ。おう、帰ってたね。ごめんごめん。ふう、また来たんだね。マジか。なんじゃこの海。はい。マグロ7時でしたね。もう釣れないんで、ジグに変えたら一発でしたね。ああ、やっぱやってんね。また入ってきてんだ。ちょっと、マグロを避けてやらなきゃとね。次マグロ釣れたらもうやめます。ああ、なんかあちこちやってんな。来たよ。マグロかな。マグロっぽいね。マグロっぽいわ。うわ、マグロだな。帰ろう。もう今日はマグロがいっぱいだわ。もうこうなってくるとね、どうしようもないからね。ハマチだったらいいけど、まあマグロだわな。そこら中でね、ボン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 飛んでるんでね、どうしようもないよね。よいしょ。あー、マグロだよね、この動きね。よいしょ。お、ハマチだ。ラッキー。ツバツバツだった。ラッキーラッキーラッキー。マグロじゃなかったぞ。おー、ダメ。ちょっと待って、マグロじゃなかったぞ。よっしゃ、ラッキーラッキー。ツバツだ。今年うまいからね、このツバツ。おっしゃ、混じってたんだね。おっしゃ、ハマチあるかもよ。おお、突っ込むね。よし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 、おっしゃよしよしよし、ナイスナイス。浮いたか浮いたか、よし浮いたね。オッケー、完璧完璧だろ。よっしゃ、でかいよ、ちょっとでかいよ。ハマチあるかもよ。おお、来たね。いいじゃん。おっしゃよしよし、やったやったやった、サワラとハマチ釣れた。よし、これでかいよ。やった、ジグサビキなしで釣れた。結構でかいよ。フロントフック合致し、リアかかってない。よっしゃ、やった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 、ハマチだよ。よし、うう、40歩きそうだけどね、これどうだろう。ほら来たよ、出た出た出た。44、正真正銘ハマチだ。今年最大、いきなり6センチアップしましたね。やった。はい、やりましたね。時刻は7時15分。ハマチ44センチ。やりましたね。ちょっとマグロがね、もうその辺りでナブラ起こしてたんで、ちょっとマグロかなと思ったところのハマチでしたね。まあ、完全に作戦通りです。やりました。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。美味しくいただきましょう。オッケー、豪華。はい、続いたジグはこちら、ジグパラショートの 30g、 パラグローカラーでダメージカラーではないやつ、多分イワシカラーみたいな、このブルーのやつですね。これで釣れました。はい、まだ7時20分なんで、まあ、8時までやって帰りましょうかね。潮味で3種目ってね、まあ今日当たりだったか、やっぱ潮が良かったもんね。潮効いてないけど潮が良かった、まあ、釣れたのは本当ね、こうやってしゃくってたらゴンでしたね。いい当たり方、本当に。まあ正直マグロの当たりなんてよくわからないんですが、まあサゴシではない、明らかな青物っぽいね、強い当たり、ゴン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 って叩くやつ。お、当たってんのか。あ、今も釣れたね、バレたけど。ボトムにもいんの。じゃあ今日魚いっぱいいる。はい、僕が使ってるタックルがこれです。シマノのクルトスマイパー BB の S の 100M、まあ、この堤防じゃちょうどいいかなと思います。そしてリールがシマノのストラディック SW5000 の XG です。 PE を巻き替えて 1.5 号参ります。そしてリーダーは6号で、スナップシャープの2を使ってます。そしてタモ網はダイワのランディングポール2ですね。これの 6m のやつ使ってます。で、K は結構広めの丸いやつ、円筒加工釣りでも使えるようにロッドケースに入れれるように丸にしてます。
お、来たね、来たね。こんな時間になってきたね。マジか。でも餌っぽいね。なんだろう。お、引くよ、引くよ。マジか。まだいんのか。お、青もんだな、これ。エソじゃない。エソじゃないよ。マジか。粘ってよかったね。初めて釣れたよ、このジグで。え、なんだ？あ、やっぱエソか。あ、なんだ？なんだこれ。エソじゃないっぽい。なんだ？エソじゃん。今日はいいよ。持って帰らない。ね。お、でもでかいな。どうしよう。持って帰ろうかな。あ、持って帰ろう。ね。でかいもん。じゃあ、帰ります。もう鳥にうんこされてる。もう最悪。今日うまくいったのに。痛い。おはよう。あら、どこ行った。茶代は、茶代はどこですか。相棒がいたよ。茶代いないか。でもマイクエルいたね。白黒がいる。おはよう。茶代は、茶代は行ったら逃げそうだね。ちょっとずつ猫たちも戻ってきてますね。またいつか会えるでしょう。じゃあどうもご視聴ありがとうございました。